羊蹄山は、東北日本湖の北端に位置し、千島湖との会合部にあたる南西北海道にあります。このエリアは、大温期を通じて、火山活動が活発な地域です。南西北海道は、洞爺カルデラ、倶多楽カルデラ、支笏カルデラから噴出した膨大な量の火砕流が堆積し、火砕流大地として広がっています。九州南部や北海道東部と並ぶ日本有数のカルデラ集積地帯です。羊蹄山も洞爺火砕流大地を基盤として誕生しました。しかし、羊蹄山は周辺カルデラのような大規模火砕流の噴出は起こしていません。代わりに溶岩流出と爆発的噴火を繰り返しながら山体を積み上げてきました。典型的な成層火山です。地形図を見ると、いくつもの新しい溶岩流の痕跡や火砕丘を確認することができます。羊蹄山が活動を開始するまで、羊蹄山のある場所では、100万年以上にわたり火山が存在しなかったと考えられています。一帯は、平坦な火砕流大地が広がっていたのかもしれません。隣接するニセコ火山群は、西の雷電山の活動から始まり、最新の岩尾ヌプリに至るまで、全体として200万年以上の長期にわたり活動を続けています。約6万年前から活動を開始した羊蹄山は、ニセコ火山群と比較すると新しさが際立ちます。時代ごとの噴出率の変化やマグマの変遷から、羊蹄山の活動期は第1期と第2期に大別できます。第2期はさらに3つに細分され、それぞれ数千年の旧式を挟んでいます。第1期の活動は約6万年前から4万6千年前まで続き、高い噴出率で噴火を繰り返しました。その結果、標高1700メートル程度の古羊蹄火山が形成されます。古羊蹄火山の形成後、第2期の活動開始まで約8000年の眠りにつきます。この長い旧式の間、東方の支笏火山ではカルデラ形成噴火が発生し、支笏火砕流は羊蹄山の周辺地域にも到達しています。その後、おそらく第2期の活動開始時に、古羊蹄火山の成分が大規模に崩壊しました。その崩壊物は、岩石雪崩堆積物として、羊蹄山西方の山麓に広く分布し、約300個の流れ山が点在する特有の地形を呈しています。ところで、成層火山が山体崩壊を起こすことは珍しいことではありません。セントヘレンズ山や万代山の山体崩壊が有名ですが、その他多くの成層火山でも、山体崩壊の跡が確認できます。高く急峻な山体に成長した成層火山は重力的に不安定です。それに加えて、長い活動休止期の間に、火山ガスや熱水活動による変質で山体内部が脆くなります。そこで、何らかのきっかけ、おそらく、噴火や地震などの衝撃により山体崩壊が発生しやすくなるのでしょう。崩壊した古羊蹄火山は、その後の新羊蹄火山の活動によって完全に覆われます。現在では、羊蹄山の山体に古羊蹄火山の露出を確認することはできません。羊蹄山は、噴出量 0.1 立方キロメートル未満の小規模な噴火を数多く繰り返し、山体を成長させてきました。しかし、噴出量 0.5 立方キロメートルを超える規模のプリニー式噴火もたびたび発生しています。それらのテフラは、東の石狩低地帯まで分布しています。
約1万2000年前までは山頂だけでなく側火山の活動も活発でした。半月湖火砕丘、辰巳火砕丘、富士見火砕丘といった側火山が地形図で確認できます。また同時期には避難小屋火口、ニセコ火口、北山高峰火口からそれぞれ溶岩が流出しました。北山高峰火口からは高砂溶岩流が流出し、倶知安市内の一部まで到達しています。最近1万年ではマグマの噴出率は低下し、山頂北西部の北山火口群での活動が中心となります。確認できる最新の噴火は約2500年前、北山第三火口での小規模噴火です。現在の羊蹄山は噴気も地熱域も認められません。頂上付近まで緑に覆われ、静穏な活動休止期が続いています。その間、人々からは、マッカリヌプリ、マチネシリ、ホロノホリ、シリベシ山、羊蹄山、エゾフジなど、多くの美しい名を与えられました。しかし、羊蹄山は活動を開始してからまだ10万年も経過していません。一般的な火山の寿命から考えて、将来的には活動を再開するものと思われます。次の活動再開時は数千年の休止期を経ての噴火となりますので、山体崩壊も含めて不測の事態が起こり得ます。ただそれはだいぶ先の話かもしれません。